か。はい、続いては60位から41位です。第60位、アニー・パッチャオの伝説、すべてはここから始まった。挑戦者の怪我により急遽代役のチャンスをつかんだのが22歳のパッキャオ。誰もがチャンピオンの圧勝を予想する中、大番狂わせの6回 TKO 勝利。この若者が後のスーパースターになるとはこの時誰が思っただろうか。さすがアメリカ、すごいマッチメイク。お客様第一主義、それがエンターテイメントの国アメリカの流儀。ファンが見たいといえば全勝同士の2人を戦わせる。KO が見たいといえば強打者2人をマッチメイク。本場のボクシングはファンの期待を裏切らない。女性ボクサー、クリスティー・マーチンとレイラ・アリ。女子ボクシングの人気を支えた2人、クリスティー・マーチンとレイラ・アリ。彼女たちが愛したボクシングは今やオリンピックの競技になるまでの市民権を得た。スピード違反、速射砲の応酬。スピードが売りのメイウェザーとモズリー。モズリーがスピードで来るならメイウェザーもスピードで対抗。その後のやつね、もうそっからワンサイドでしたね。スピードスター対決の軍配はメイウェザーに上がった。人を楽しませることに関しては歴代屈指。おしゃれなガウンで入場する。髪型とかね、必ずこの髪型で来て、スキーのゴーグルを装着。イエローって本当にもう、もういろんなことしてきたね。80年代から90年代かけての試合後はブレイクダンスを披露。世界トップのコンビネーションを見よう。メディナを相手にマルケスが見せたのワンツーアッパー。左アッパーまで差し込んでたからね。これ最後下がりながらワンツースリー、これワン・ツー・スリー参りました。正統派ヒーロー VS 中米の異端児。デラホーヤ復帰戦の相手は破天荒な王者リカルド・マヨルガ。これはね、マヨルガがいい仕事した。デラホーヤの復活をね、本当に演出した。これよかった。マヨルガを TKO で下し、ゴールデンボーイが復活を遂げた。驚異のパンチ力、世界戦7連続 KO 中。カザフスタンが生んだ KO キング、ゲンナディ・ゴロフキン。そのハードパンチを武器に現在7連続 KO 防衛中。今や世界中の注目を浴びるゴロフキン。ミドル級の今後はこの男が鍵を握る。魔法と言われたディフェンス技術、ファーメル・ウィテカー。ディフェンスは確かにこの人が一番だったでしょうね。ボクシングの楽しみはノックアウトだけではない。その魔法のようなディフェンスで相手を翻弄。4階級を制覇しボクシング殿堂入りを果たした。路上で育った男のサクセスストーリー。 Pretty rough at times. At 6 years old, my father went to prison. We were kicked out of our home. From there, you know, we went from living on the streets to living in shelter homes to living to foster care. Me and my brother, we slept in some of those nights that we walked and walked and walked and it was cold. A lot of nights.A lot of times what got me through those nights is me picturing me being a world champion. そして念願の世界王者となったピーターソンの初防衛戦の相手は強敵だった。
You know, it's a very sad story and where he came from, but you know, it's, it, you know, I'm not thinking about that right now. You know, my job is to get in the ring and take care of business and win here tonight. ブラッドリーとの統一戦でピーターソンは無念の王座陥落。しかし彼はその後王座返り咲きを果たしている。まんまと相手を術中にはめ込んだベテランの技。経験豊富なベテラン王者カストロ、強烈な一発をもらい、もはやこれまでかというのはこの男の罠。してやったりの王座防衛劇であった。敗者が仕掛けたもう一つの戦い、その結末は。コンスタンチン・チューとザブ・ジュダーの一戦は、チューの強烈な右ストレートで KO 決着。2ラウンドでね、粉砕ですよ。ほら、当時ジュダーが、おえ、え、なになに。しかし、まだやれると判定に不服のジュダーがレフェリーにつかみかかった。レフェリーも楽ではない。超豪華ラスベガスで6大世界戦。1994年にボクシングの聖地アメリカ・ラスベガスで前代未聞のイベントが行われた。なんと一夜に6つの世界戦が行われるという豪華な興行。仕掛け人は世界有数のプロモータードン・キング。白熱したタイトルマッチの数々に場内も大いに沸いた。新時代の天才、驚異のマルチプレイヤー、エイドリアン・ブロー。これは現代のもう次期スーパースターですね。まだもはやもう今スーパースターだね。ああ、また NG ガードです。今のこういう姿勢、形がメイウェザーによく似てます。ね、まあ、ブローナーはそして相手の一瞬の空いたところをすごい来ますからね。おお、しっかりと当たってるわけじゃないからいいんですけど。ああ、立ったかった。そして右、スピード違いますね。スピードがあって、体の動きが長いアウトじゃないとできないこのガードですけど、これで勝負も厳しいですね。アウト、取った、起こされた、アウト、崩れ落ち、膝が折れました。ブローナー2つ目の世界タイトルです。2階級制覇を成し遂げております。タイソンが35歳で挑んだ最後の世界戦、タイソン対ルイス。会見から闘争心むき出しの両者。試合開始前のリング上には両者を分けるため人間バリケードが敷かれた。試合は一方的な展開でルイスが圧勝。タイソンにとってこれが最後の世界戦となった。ヘビー級の名勝負、ダウン応酬の乱打戦。王者ホリフィールド対クーパーの一戦。クーパーが無名の挑戦者だったため、誰もがホリフィールドの圧勝を予想した。しかし王者がダウンを喫するまさかの展開へ。共にダウンを奪い合う予想外の激戦となったが、最後はホリフィールドが意地を見せ防衛を果たした。これも危なかったですもんね、ホリフィールドね。名誉王者西岡、世紀の統一戦。WBC 名誉チャンピオン西岡俊明、スピードキング。今回は頂上決戦、相手は4階級制覇のノリト・ドネア。もう一回左から来ます、また右、今度ボディ、あ、あーと左だー、西岡左に倒されました。カウンターになっちゃいましたね。ドネアが詰めに来ています。石川しか左ですよ、石川しか左、左を出します、西岡、まあ、出せるよ、左を振り返します。ロックしようとしたと、また左から右、かぶせてきます。リュクセルト、もう一回行きます。相打ちか、ドネアのパンチが目立ちます。そうですね、左からアッパーが待ってた。もう一回行きます、もう一回行きます、西攻撃、もう一回行きます、徹底していきます。ドネア止まったか、ロープに打たれています。右、止まってきた、もったいない、もったいない。右が待っ、しまった、効いた。右が待っていました。効いてしまったが、立ち上がりました。さあ、ドレア来ます。ドレア来る。止めたのが止めた。今のは効いてますから。田中トレーナーが飛び込んでいきました。西岡俊明、果敢にも挑んでいきましたが、頂点に立つことはできませんでした。勝ちはノニト・ドネアでありました。ヘビー級史上最も知的なチャンピオン。
ヘビー級に君臨するウラディミール・クリチコ。彼はドイツ語、ウクライナ語、英語、日本語など数カ国語を操るとも言われている知的なチャンピオンだ。もちろん強さの方も超一流。ああいう今の右ストレート食うとモルネク今度は入る。さすがすごいワンツー。そうですね、体重移動させながら打つパンチというのはこの選手の持ち味なんですね、はい、おー狙い打ちワンツー狙い打ち、まあ、終わったんじゃないかなかもしれませんね。いやすごいスティールハンマー。もうダメか、番狂わせはやっぱり夢か。ウラジミール・クリチコ防衛に成功。最後のワンツーはいいワンツーだったですね。史上最高スター勢ぞろいのミドル級トーナメント。その顔ぶれに世界中が注目したトーナメントが幕を開けた。1回戦人気ナンバーワンのトリニダードは TKO 勝利。ミドル級最高と謳われるホプキンスは王者対決を制した。そしてついに迎えた決勝戦、ホプキンスがトリニダードに TKO 勝ち。スター勢ぞろいのトーナメントを制したホプキンスが名実ともに最強であることを証明した。超天才、拳を背後に隠す秘策。カリスマ的な人気を誇ったロイ・ジョーンズ。なぜならこの男、強いだけではなくパフォーマンスもすごかった。なんと拳を背後に隠した状態から相手をノックアウト。まさに天才を超えた天才。60位から、ね、41位までご覧いただきましたけれども、村田さんでもまあ、ね、プロにおなりになって、はい、今後このエキサイトマッチの見方っていわゆるちょっと中量級とかはまた見方変わるんじゃないですか。やっぱり気になります ね、 ね、はい、いずれやるかもしれない相手がいっぱい出てくるわけです。そういう目線でやっぱり今見てしまいますよ ね、 ねちょっとなんかこうリアルな感じで、こういつだったらどうしようとか、その中でミドル級じゃ誰が強いかってなると、やっぱり好きなのはゴロフキンかなと思います、ね、ゴロフキンとやったらどういう風に戦えますか。もうでも中途半端な距離取れないですね。もう取るかしっかり入るか、中途半端な距離でやると絶対にもう破壊されます、ね、いやでもちょっと村田さんとゴロフキンの試合なんて見てみたいですけどね。しますよ ね、 ね、どうですか香川さんがこうゲストで解説いらした時の勝率、自分が応援してる選手は。僕はもうね、予想を外すことで有名なかなり2勝13敗ぐらいな感じの、はい、はい、僕もね去年ね初めてエキサイトマッチのスタジオでね、はい、あのパッキャオとブラッドリーの、はい、そのパッキャオ応援してんだけど、パッキャオがあれ勝ったとね思って、で負けちゃったじゃないですか。でがっかりしながらもね、俺がスタジオに来たからかなって言ったら、あのアナウンサーの高柳さんがそうかもしれませんけど、そこは否定するでしょうと思ったんだけど、あれ衝撃